大城市駅です。なんだかまた小さくなりました。だんだんちっちゃくなるな。北時谷駅があんな盛り上がっていたから目立っちゃうね。はい、町屋室です。まあまあ平凡な町屋室。はい、時刻表です。とっても小さな駅でした。読めない、漢字が読めないから有名だけど、駅としてはまあまあちっちゃい。岩木さんはこっちじゃないか、残念。広いリンゴ畑なんですけどね、うん、向こうがさっき見た川辺。次は弘前です。内城市、うん、まあこんな感じですね。はい、OK、 OK。